ネズミがもう一匹、いやその目、飢えた狼か、切る前に名を聞いてやる、名乗れ。わしに名乗る名などないか、忍びは大概そうじゃ、名乗らず死におる。じゃがその左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど、石腕の狼か、気に入ったぞ。ならば石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。おう石色、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも一切りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ赤炉、ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よし赤炉よ、ならばこれをくれてやる。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切ってまいれ。さすればお主の戦に役立つものをやろう。へえ、あんたが生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりやしないよ。戦は続き、屍は包まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもう行き。ババが何を語ろうが戦はなくならない。あんたのそういう。切って参れ。さすればおん。
よ。行くよ。さよ。死者たちのご冥福のため、見たところはあんたも随分と殺しておるな。ご供養していきなされよ。死者がどこへ行く。それで十分。ありがとう、少女。エマよ、ジジイの灰たちなんよ、どうするってんだ。流紋を調べ、治す術を探りたいのです。少女、あなたのためでもあるのですよ。そうかい。だが、いらぬ世話だ。こんなもんは自力で。さて、龍河の血を果たしていかに。道芸、エマのやつは、やはりお前。龍河。何をしている。流害の調べのため、物資殿が吐いた血の塊を。血の塊。はい。赤血の色がわずかによどんでいるような。しかし、できることはあるか。流害にかかった者が吐いた血の塊、それがもっとあればより詳しい調べをできます。流害にかかった者がいれば当たってみ。お願いします。では。それは忍び義春の奴隷。この仕掛けで真となる筒薬と組み合わせ、お前さんの筒ぐからくり筒と共に使う。使えそうな。
一身の病、うん、して城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならばだが最新にな。ネズミを飼ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才がある。よし、これは芦名流じゃ。流派というても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つネズミ狩りに何よりおぬ、
に使うつもりかの。ああ、ダーシナは今や存亡の危機、なりふりな。じゃが、ええ、ちゃんと一度怒れば。
まだ生きておるぞ。何、瀕死はどうした。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる。はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい。金剛山の尊いよ。さあ、ありがとう、ありがとう、金剛山、ありがとう。太郎兵に呪いを着せたそうだな。うん、あやつめ、うずりおって。だがその会はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、まあその通りじゃな。何かあれば鎧はすぐ。
狼よ、なすべきことをそう分からぬのだ。竜医は
まこと美しい。おい、お主。わしは熊の、見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。明かせぬ。これは忍び衆ならばさ、この辺りで三味線音をたどってきたところ。知らぬ。忍び、ふう。いや、忘れて。忍びだ。お、知らし、いや、わ、王家、司祭はあなたの体変では。どうし、そこそ、しからば。
またぞ。屋敷は今頃。ああ、十三様の言いつけだ。ネズミ一匹、二。わか、俺はもともと大っ嫌い。
上。お前か。不覚を取った。このわしを置いた者が。手当ては良い。この傷では。もはや助からぬ。それより狼よ、これを。これはお屋敷の巫女様は。だが崖外からならば。そう、あちらからさすれば。わかりは。狼よ。はい。主狼。うわ。父上。左手で崖永遠を任す。
お主、この吉あぐれ忍びもわしは若様もそうせぬ共に参れ。うおみんな我こそは我が国取り戦の足出し。
先へ行くのはやめておけ。恐ろしき幻術よ。種ならしがなければ破れぬぞ。これをわずかだが。種ならしが森役の平田は種なら平田は いいな。フクロウのせがれよ。お嬢殿、言ってください。そなたはなすべきことをなすのです。わかりました。Let's go.
やるじゃないか、せがれ殿。私のため、そなたは戦ってくれた。捨て置くことなどできるものか。狼よ、我が血と共に生きてくれ。狼、海星の竜以下幾魔海星。